ヤン・コラールは19世紀前半のスロバキア人の女情詩人、学者、ルター派の聖職者。ペンネームはケコブラトル・プロテストゥールスキー。コラールは作品のほとんどをチェコ語のみで書いた。彼はスラブ諸語の関連性の概念を作り出した。彼はロシア語、ポーランド語、チェコ語、スロバキア語、セルポ・クロアチア語の4つの標準言語を認めた。 彼のソネット、スラバの娘、スロバキアの首とヨハンゴットフリートヘルダー、クレメンス・ブレンターのアヒム・フォン・アルニムの作品のモデルとなった歌の収集、スラブの種族と言語の間の文学的関係について、おー、リテラルにビス・ヘムナシティ・メジック・マニー、A、ナラシーミー・スラブ・スケミーは、ヨーロッパで、スラブの歴史及び文化に対する興味を起こし、現在まで続く、 スラブ人の国民運動を形作った。彼の反スラブ主義の見解は、生前から一部分批評されていた。彼は、ブラチスラバの福音ハルター派のリスで学習した。彼は、ブタペストで聖職者を務め、1849年以降は、ウィーン大学の教授を務めた。数回スロバキア人に関する問題のための、オーストリア政府の助言者を務めた。彼は、 スロバキア人の民族運動に早い段階で参入した。モロッシブツェの彼の博物館は聖火の元の穀物層に1974年に設置された。コラールの木造の聖火で現在残っているのは穀物庫だけであり、残りの部分は1863年8月16日の火事で全焼した。ダス・ゲバーツ・ハウス・フォン・ JN ・カラー・インモス・サベ、ありがとうございます。